はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員くつわりょうでございます。松浦様、お手紙いただきました。ありがとうございます。無意自然様、正吾様、金井雇われ店長様、純子様、陽子様、遠藤様、ご支援ありがとうございました。純子様と陽子様はお手紙もいただきました。遠藤様は私の政見放送の DVD、私テレビ持ってないもんですから、映像が手に入んなくて DVD を送っていただきました。誠にありがとうございます。何度もご支援くださり恐縮であります。ありがとう、頂戴して今後の政治活動資金にさせていただきたいと思います。8月15日イベントやります。メール党員様限定ですけれども、今日からご案内開始いたします。ご参加よろしくお願いいたします。地方議会立候補者支部長、メール党員様大募集であります。支部長に一生懸命活動してもらって党の知名度を上げると支部長も当選しやすくなると、こんな感じでしょうかね。参政党と協力してっていうお声が多いんですけれども、私とは考えがちょいちょい違うので組めません。申し訳ありません。例えば参政党の一部の人が言ってるですね、会見で緊急事態条項を設置すれば自民党の独裁国家になってしまうなんですけれども、これ参政党さんはですね、私たちは支持者の声に磨かれていく政党ですと、ブラッシュアップされていきます。なんかデンマークの方のですね、そういう党政党をモデルにしてるみたいなんですけれども、多分参政党さんの支持者、党員さんの中でこういう声が大きいから代弁して言ってんだとは思いますけれども、私の意見なんですけど、緊急事態条項ない国ないよ。厳密に言うとない国もあるんですけど、日本みたいにね、92% ぐらいはあります。憲法があるんですけど、憲法というか国がですね、 92% ぐらいは緊急事態条項あります。アメリカもイギリスもドイツもフランスも緊急事態条項あるけど独裁になってないよ。緊急事態宣言中は平時憲法の効力が停止されるが、それは今でも閣議決定で可能だよ。閣議決定でですね、憲法停止できるそうであります。当面の間っつって憲法停止、できるそうであります。緊急事態条項ないと平時の方に縛られて防衛戦できないよ。これアメリカ、ドイツ、フランスの緊急事態条項を参照いたしました。例えばですね、防衛戦を行う場合ですね、こことここ戦場にすっから何町と何町の住民さんは全員避難してくださいって強制できない、今の憲法だと。これをですね、強制できる、避難してください全員ってできるようにするのが緊急事態ですね。コロナの100倍凶悪な伝染病の時も困るよ。これも同じですね。何々町の人は直ちに何々町に避難してくださいって強制できないと困るんだって話ね。独裁が心配なんですね。緊急事態宣言中でも選挙は行うとか追加しといたらいいんじゃないか。とてもじゃないけどバンバンミサイル撃ち込まれて選挙なんかできねえよこんなんじゃ、なんていう状況だったら本物の緊急事態中なわけだしね。もう可能な限り選挙を行うとかそういうの追加しといたらいいんじゃないのかな。こんなわけでちょいちょい意見が違うので、参政党さんとは組めません。残念ですが、参政党さんは党員の意見を反映する民主主義の権化みたいな党ですね。ポピュリズムって言うんですけれども、日本で一番ポピュリズムな政党は
自民党じゃねえかななんて思ってますけどね。つまり支持者や党員さんの意見をそうですねそうですねっつって、そのまま実行するっていうね。日本最大のポピュリズム政党は自民党だと思っております。日本第一党の桜井誠がこんなことを言い始めたそうであります。今の日本を変えるには武力革命以外ない、日本人や安倍さんをバカにしないでというコメントに革命でも起こせ、自分が元気なら革命の真髄を叩き込むとか言っちゃってるんだって、銃殺のテロをかっこいい暗殺とかも言っちゃってるそうであります。日本が崩壊する時には安倍の墓を掘り起こして蹴りを入れるとかも言ってんだって。安倍の墓の部分は特にひどいですな。革命を先導しているやつがいますって公安調査官に通報しておきました。すぐに電話かかってきて、いつ言ってたんですか、なんか毎日のように言ってるみたいですよ、報告しておきましたね。オウム真理教もですね、選挙にボロ負けしてから革命路線に転換、サリンや自動小銃の密造とか始めたんじゃなかったかな。カラニシコフ、AK-47 の密造せっせとやってましたよね。あとサリン、北朝鮮かロシア、ロシア、北朝鮮のサリンはそもそもロシア製、ロシア、あ、ロシアじゃない当時ね、ソ連、ソ連のサリンはそもそもナチスドイツ製をパクってますんでね。歴史は繰り返すな。今回もあの参院選挙10人以上出して比例使えるようにしたみたいですけども、どれもボロ負けしてますからね。暴力革命の先輩日本共産党が昨日7月15日結党100周年を迎えたそうであります。日本共産党革命を夢見た100年、著者中北教授一橋大インタビュー、これあの TBS テレビがやっておりました。どういう意図かでやったか知んねえけどね、 TBS が、100年続いたことはすごいけれども党の目標である革命を一度も起こせていない。強烈ですね、最初から。これから起こせる見込みもない強烈だよな。共産主義を抱えて弱体化してない党は世界に一つもない。イタリア共産党、ドイツ左翼党、すげえ名前ですね。フランス不服従、すげえ名前だな、は社会主義に転換して生き残っている。日米同盟破棄など非現実的なことを掲げる共産党はどことも組めない。立憲ですら、立憲もですね、連立組んで政権交代、選挙で協力し合って政権交代できたら共産党さんと連立組みますなんてことは言ってない。閣外協力とかなんとかっていう言葉でごまかしてますけれども、政権運営は共産党とはできねえよな。非現実的なこと言ってもんな。ということで立憲すらも及び腰と、表向きは革命を掲げているが共産党内部に取材しても武装闘争の訓練なんか見たことがない。そもそも我々高齢化していて武力闘争に耐えられない。なので指導部も武力闘争が、武力革命が成就するとは思ってないだろう。言ってるだけ、掲げてるだけ。というようなことをバラしてる。そもそも我々高齢化して耐えられないっていうのは、ちょっとプッて笑っちゃいますけれども、ネットの話です。100周年って言っても100年間何もできなかったってだけだもんな。マルクス主義は労働者がそれなりに豊かな日本では成り立たんよ。革命なんてただのテロリズム、共産主義自体が間違ってんだからどうしようもない。シーカゾに逆らう党内革命も起こせていない。そうだね、独裁ずっとやってもんね、22年でしたっけシーカゾ。球場党に改名しとけ。共産主義の間違いはすでに世界中で証明されている。世界中で共産主義国は国民を弾圧する国ばっか。なぜ共産党政府が弾圧独裁国家になるのかって政治学ではすでに説明がついている。メイン支持者の高齢左翼が寿命を迎えておしまい。そりゃ支持者が高齢者しかいないと
先細るだけだし、シールズはどうした？シールズは共産党はナウなヤングにバカ受けじゃなかったのか、不破鉄道の寿命待ちかな。あ、不破鉄道今でも、シーカスを電話で怒鳴って、怒ってるって話ですから、まあまあシーカスをじゃなくて不破鉄道独裁ですよね。まあよくまあ100年も続いたな。日本をダメなままにしときたい GHQ が共産主義をですね禁止せずに残しといた C、あと赤じゃないまともな人を公職追放、して好き勝手やって、それで盛り返しちゃったんだよね、共産党がね。共産主義革命が暴力革命になる理由なんですけど、レーニン著、国家と革命、平等な分配のためには富の集約が絶対必要なんで、暴力装置が必要と。まあ短い文ですけれども、これどういうことかって言いますと、共産主義革命が成功した後ね、共産党、共産主義者が何言ってくるのかっていうとですね、財産全部よこせ、お前と家族を労働力として提供しろ、つまり自由もよこせっていうね、平等分配のためだ、逆らうな、逆らえば殺されると、で逆らう人は必ずいると、なので共産革命イコール暴力革命っていうことになるんですよ。流血は避けられない、レーニンも認めております。共産党はこのですね、平等分配のためには富の集約が必要だっていう部分を隠蔽してですね、耳障りのいいことばーっか言ってる詐欺師どもであります。これ豊島区議会で私言ったら懲罰委員会にかけられちゃったけどね、早く欧米見習って共産主義を禁止したいもんですね。それでこそ普通の国になれるってもんであります。菅さん、安倍総理の意思を継いで日本を取り戻すって宣言したみたいでありますけど、まあ、取り戻すっていうか以前の普通の国になりたいっていう思いは私も一緒であります。ロシア政府、衆院議員384名を入国禁止にすると発表。岸田総理、麻生副総裁、菅前総理も含まれるそうであります。ネットの反応です。誰も行かねえよ、行ったら何されるかわからん。お好きにどうぞ。歓迎される方がやばいやろ。逆に除外されたやつ誰だこれ。むしろこれに含まれてないやつらは何者だよ。鈴木貴子はやっぱ除外ですな。胸は顔パスな胸は顔パスですかね。ロシアのスパイが丸分かり、断行して入国禁止でいいよ。もうモスクワを射程距離に入れたミサイル配備が必要と。参院選でウクライナのニュースが激減しちゃってるんですけど、今はどうなってんでしょうね。ロシアとウクライナについてはいろんな人のいろんな意見がありますけど、私の意見は変わっておりません。参政党さんは割とロシア寄りって小耳に挟んだんですけれども、まあ一部の人、全体としてっていうことじゃなくて、参政党全体としてっていうことじゃなくて、まあ一部の人がロシア寄りってことなのかな。ロシアがウクライナ侵略を成功させちゃうと、調子に乗って北方領土から北海道に攻めてくるかもしれないんで、ロシアには負けてほしい、鼻血も出ないぐらいで弱体化してほしい。北海道に攻め込む元気がなくなっちゃうほど弱ってほしい。ウクライナに日本国が攻められる心配はないんだしと。これが私の意見であります。ロシアとウクライナの戦争侵略についてね、これはですね、善悪ではなく損得で考えるっていう知性学に従ってます。日本一族が大事であります。何が真実で何が嘘か分かりませんけれども、日本一族の安全と繁栄が大事であります。すでに自称アイヌっていうのを使ってそれらしい動きしてますもんね。アイヌの自治区を作りたいのって言ってね、したらね、そいつらがアイヌがロシア政府に日本人に弾圧されてんですなんつって、助け求めて、そういうことなんでつって、
アイヌ救出作戦なんつって北海道に攻めてこられたらたまんにいいから、そういう動きしてますもんね。就任定数は465なんで81人が政府じゃなかったロシアのスパイってことになりますね。未だにロシアに入国できる衆院議員は81名、立憲会派の衆院議員は調べたら97人もいて思わず脱粉してしまいました。じゃあ立憲はあれなのか、スパイじゃねえのか。立憲は大丈夫って言ったら81人政府じゃなくなっちゃいますもんね。公明32、維新41、共産10、令和3で合計86人になりました。これ幹部とか代表とかはさすがに入国禁止にして、って考えると、まあ、こっから81人ぐらい政府になってるのかな。宗男がいる維新は全員政府かもしれないですね。現総理の岸田さん、前総理のガース、元総理の麻生さんを入国禁止ってことは話すことなどないっていう宣言ですかね。交渉はしない日本とはっていうことですかね。だって入国できないもんね。外交できないもんね。まあ、実質断交宣言じゃないか。そろそろロシア大使館撤退の動きもありそうですね。麻布にあるんですけど、私あそこ通っちゃダメって言われました。麻布署に10人ぐらいに囲まれて、麻布署の一室でね、10人ぐらいに囲まれてお願いされました。あそこあなたは通んないでもらえますか。こっちの仕事増えるんで、なんていうことでね。まあ今では懐かしい思い出ですけれども、参院はメンバーチェンジしたばっかなんで現在選定中ですかな。ロシア政府、こいつは大丈夫、こいつはダメみたいな。参院で上記の勢力は、つまり公明、維新、共産、令和の勢力は28、15、13、社民1、令和2、合計59人。定数245なんで参院議員186名を入国禁止にした。公明さん、維新さん、共産さん、社民さん、令和は OK、 セーフなんていずれロシア政府から発表になったと思いますね。まあ推測なんで、当たるも八卦、当たらぬも八卦ですけれども、これどういうことなんでしょうね。当たるも八卦、当たらぬも八卦ってね、いつまでたっても私これ意味どういうことなのか全然わかんないですよ。というわけで8月15日メール党員様限定で、イベントやります。ふるってご参加ください。新たなメール党員さんも大募集であります。支部長さんも大募集であります。我こそはと思う方ご応募ください。別に仕事お仕事辞めてもらわなくても結構であります。むしろちゃんと仕事をできてる人の方が、好ましいっていうかね。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。